あなたが勝ったからこその結果だからよ。何を言ってやがる。あなたはかつてのゲームで言ったわ。これは互いを苛む永遠の拷問だとね。そうよ、ベアトにとっても拷問だった。そしてその拷問ゲームにあなたは勝ったのよ。だからベアトの魂は殺され、人形同然の屍になり果てた。俺がベアトを殺したと言うのかよ。勝敗はどちらか一方の勝とうとする意志がくじけた時に決まる。あなたとベアトの戦いという意味においてはすでに前回決着がついていたのよ。まあ、あなたにとっては預かり知れぬうちにだろうけれども。なら俺の勝利なのにどうしてゲームが終わらない。どうしてこのゲームがまだ続いている。その子の足首についてる足かせ、ラムダが施したルールなのよ。かつてあなたが屈しそうになった時、私はあなたをサポートしたわ。あなたには知覚できないだろうけど、あなたにとって有利な展開とヒントが与えられるように私はあなたに助力した。だから今あなたはここにこうしていられるのよ。同じようにラムダはベアトをサポートしてるわ。そして今度はベアトが屈しようとしている。だから今度はラムダが屈しないようにサポートしたわ。それが足かせ、投了を許さないことによってベアトをゲーム上救ったわ。何をどう救ったってんだ。本来ゲームは2つの終わり方があった。どちらかが負けを認めて投了するか、どちらかがチェックメイトでゲームに勝つか。ベアトはその前者に定職しかけた。だからラムダはそれを潰し、敗北をギリギリのところで回避したの。ゲーム上は立派なサポートだわ。俺たちの勝負はもう決着している。なのにゲームは終わらない。だからベアトは俺に託したんだ。早く勝ってこのゲームを終わらせろってな。もう俺には真実なんてどうでもいい気がしてきた。ベアトの気が済んだならもうゲームなんてどうでもいいだろ。ベアトは投了した。俺は魔女幻想の真実など捨ておいて家族と家に帰る。それでいいじゃねえか。なに、
真実に近づいたらベアトが苦しそうな表情を見せるようになったんで、急に手心を加えたくなったの。なら好きなだけ手加減するといい。あるいはベアトに勝ちを譲ればいい。そして妹に孤独で悲惨な未来を無限に強い続ければいい。そういうわけじゃねえ。ならきっちり殺しなさい、その魔女を。あなたの目的はこの女を殺すことに。あなたは前回のゲームでベアトに壊れて口にしたわ。お前を殺すってね。ああ、そうかもな。だがそれはお前にとやかく言われることじゃねえな。知ってる？爪を剥ぐときはね、一気に剥いでくれた方がマシなのよ。あなたみたいに優しくおっかなびっくりとぐりぐりもたもたと剥がれる方がよっぽど痛い。あなたのしてることの方がよっぽど拷問だと思うけど。慈悲があるなら一気に殺しなさい。それが殺すということよ。余計なお世話だ。俺がこいつにどう引導を渡すか俺が決めることだ。お前もあのラムダデルタという魔女も関係ない。俺が殺す。他の誰にもそれは許さない。その意志に変わりがないならいいわ。私はあなたにかけてるのだから。いい？決して忘れないことよ。このゲームに決着をつけない限りあなたが解放されることは決してない。あなたにだってこのゲームを放棄することは許されないのだから。分かってない。ラムダの狙いは分かってる。ベアトと同じようにあなたにも繊維喪失させて、二人とも生き人形にしてこの世界を永遠に安定させることよ。そんなの嫌でしょ。私も困るわ。お前の都合など知ったことか。だが俺はゲームを捨てない。ベアトとの戦いの責任を放棄しない。目的が同じで嬉しいわ。そしてそれは躊躇なくその子を殺せるということよね。そうだ。で、あそこで夏日とお茶を飲んでるベアトだけど、大丈夫よね？ああ、大丈夫だ。金蔵の時と同じよ。ベアトリーチェなんて存在しない。あれは、魔女の力を借りて、危機を乗り越える妙案を思いついたと信じる夏日が生み出した、偽りの魔女幻想。二人が並んでお茶を飲んでるように見えるのは、ゲームマスターであり、物語の語り手であるラムダ・デルタがそう解釈しているからなだけよ。夏日に対し一片の愛も持たずに凝視できたなら、そんな幻想が見えたりはしない。だから私の目には夏日が一人ぼっちで黙々と紅茶を飲んでるようにしか見えないわ。あれは夏日が見せている妄想。あそこにベアトリーチェなど存在しない。ああ、そうだろうな。お前の推理は正しいと思うぜ。だが、それをベアトの前で口にするな。
どこで口にしたって同じよ。ここはベアトの世界なんだから。あと、こいつを擁護するわけじゃねえが、夏日おばさんが本当に未知の人物 X、 ベアトリーチェと名乗る人物とこうしてお茶を飲んでる可能性だってあるんだぜ。この光景は一年前のものだろうが、この日の島の人数が赤き真実で示されてるわけじゃない。そうね、この日の六軒島の人数についてはラムダも赤では語ってないわ。なら、夏日おばさんが本当にベアトリーチェと名乗る女とお茶を飲んだと主張することもできるんだぜ。俺にお前の説を否定できないように、お前だって俺の説を否定できないんだ。だからそこにいるベアトが幻想だと断じることもできないぜ。ああ、猫箱理論？それベアトには通用したかもしれないけど、私には通じないわよ。どうして？だって夏日はそこで一人ぼっちで紅茶を飲んでるんだもの。赤き真実はまるで刃物だ。魔女と戦う上で時に推理を切られ、時に反撃の武器となる刃物だ。知ってるわよ。それが何？みだりに使うな。刃物は使うべき時に使えば道具だが、悪意を持って使えば凶器でしかない。これは魔女幻想じゃない。夏日おばさんのプライバシーだ。それを暴く権利なんて誰にもあるものか。この場に魔女が実在して夏日とお茶を飲んだと認めてほしいの？あなた魔女を否定するんじゃなかったの？1986年10月4日から5日の2日間のゲームについてはな。だがそのゲーム版の外についてまで俺は魔女の存在を問うつもりはねえぜ。そもそも悪魔の証明により魔女の否定は不可能だ。そしてこのゲームのルールに従い、赤でそれを語るのもステイルメイトで禁じ手だ。赤き真実でさえ魔女の存在を否定はできねえんだぜ。確かに、まさかあなたに魔女の存在を語られるとはね。さすがラムダ、バトラーを人間犯人説と
魔女がいてもいいという気持ちのうまいこと中間に引っ張り出してきたわ。人間の心を操るのに本当に長けている。私ももっとあなたを応援しないとまずいわね。お前らなど知ったことじゃない。消えろ。これは俺とベアとのゲームだ。お前たちに私はしない。嫌よ。何？だって私もこのゲーム楽しんでるんだもの。ベルンカステルにラムダ・デルタか。ワルギリアはお前の友人と言ってたが、お前友人は選ぶべきだったな。いや、むしろ性悪なお前にはお似合いなのか。